日本で生活するために外国から来る人は毎年180万人以上と言われています。日本で生活を営み始めたその人たちを待っているのは新たな人々との出会い、その交流を支える大切なもの、それが言葉です。ここは山形県山形市。雄大な自然を誇る蔵王や芭蕉のゆかりの地である山寺など多くの観光客が訪れる町です。時代の流れとともに海外から移り住む人が増えてきたこの町では、現在およそ1300人の外国出身者が生活しています。来日したばかりの人など日本語を学習したいと思っている外国出身者のために、ボランティアで日本語を指導している団体があります。それが山形ボランティア日本語協会です。この協会が主催する日本語教室は毎週土曜日に開かれ、多くの人がこの教室で日本語を学んでいます。山形ボランティア日本語協会は平成元年に発足しました。会長の菅さんはこう言います。その頃は周りに日本語教室って全くなかったんですね。それで留学生の人たちも勉強する場所がなくて困っていたりとか、あと結婚で山形に来た女性の人たちも全く勉強する場所がなくて困っていたりということがあったので、じゃあ、近くにいる方のお役に立てればというような軽い気持ちで始めました。日本語教室って大きく2つの側面があると思うんですけれども、一つはその言葉を勉強する、日本語が上手になるということですね。それともう一つは生活の上での習慣の違いとか、そういうことで戸惑ったりというようなことの相談という2つの面があると思うんですね。で、言葉の面に関してですと、例えば旅行で2ヶ月だけ日本に来てて、でその間に日本語上手になりたいなんていう人もいらっしゃいます。でそういう方だと自分はひらがなカタカナいらないから、買い物したりとかそういうことが上手にできるようになるような日本語が欲しいって言いますし、あと結婚でいらした方ですと、おじいちゃんおばあちゃんが山形弁が強くて、なんかおじいちゃんおばあちゃんの言ってることと教科書に書いてあることと違うんだけど、脱ってどういう意味なのとか、そういうことを聞かれることもあります。だからそれぞれの方にとってこういうところまで上手になりたいっていうようなところになるべく合わせていければいいなと思ってます。教室へやってくる外国出身者は日本語の理解度が異なるのはもちろんのこと、それぞれ違った希望や目標を抱いてやってきます。ここではそんなニーズに応えるため、レベル別にクラスを分けたり、漢字だけを教える教室を開いたりしています。また早く進みたいという人たちの希望に応えて、1週間に4回の短期集中講座も開いています。山形の観光名所山寺、芭蕉の詠んだ静けさや岩に染み入る蝉の声は、山寺の岩肌にそびえ立つ立石寺で詠んだ句として有名です。ここで韓国からやってきた観光客のために韓国語でガイドボランティアをしている人がいます。教室に通い日本語を学んだ武田星さんは、結婚を機に韓国から日本にやってきました。来日当初は日本語が何もわからない状態でしたが、教室で学んだことで
地域に溶け込めるようになりました。今では日本語と韓国語の簡単な通訳もできるそうです。一応こう山寺の方で案内したのは今年から日本人にはまだできないんです。でも韓国人外国、韓国語が来た時だけ私が韓国語で話をするから少し下手なんですけども、私勉強しながら案内しています。日本語教室長本当にいいところですよ。私が初めて来て日本語全然知らない時、うちで5ヶ月6ヶ月ぐらい開かなくらい覚えてから私が日本語教室に通ったんです。ほとんど私言葉わからない時、先生たちは私にどうやって日本語を教えたか私今不思議だと思います。日本語教室で学んだ言葉が武田さんの生活の中で周りの人との交流を支えています。こちらも韓国からやってきた川村翔子さん。彼女もまた日本語教室の参加者の一人です。最初はよ、日本語を喋るのは大変、もうどれから習えばいいか分かんないし、それ全然勉強もしてなかったもんだから、でもおかげさまでこう基礎を覚えてだんだん、楽しくなって、こう必死になって、先生方も優しかったし、まずねそういうところで勉強しやすい。ボランティアじゃなければ私たちにはたくさんお金かかってはなかなか難しいしね。日本語が話せるようになると川村さんは得意な洋裁を生かして洋裁店リフォームスタジオ商工を開きました。韓国ではね、あの色会社やったりブティックしたりね、そしてまあちょっと疲れるからもうよその国、知らない国で静かに住もうかな思ってきたんだけど、やっぱり性格だから働かなくてならないし、静かの言葉を覚える前が一番静かで幸せだったかもしれないんですよ。うちから出ればわからないし珍しくて、でも覚えたら我慢できなくなって、やっぱり何がしなくちゃならないからね。初めて体験する異国での生活には不安があって当然です。しかし言葉でのコミュニケーションが取れるようになると、そんな不安や戸惑いからも少しずつ解放され、もともとその人が持つ個性や感性が輝き出すのです。日本語でつなぐ架け橋がここにも新たな可能性を生み出しているようです。日本語が話せるようになった人の次の難関は日本語を読むことと書くことです。日本語はひらがな、カタカナ、漢字と種類がたくさんあります。その上漢字には何通りもの読み方があります。教え方にも工夫が必要です。外国出身者に日本語を教えるためには指導するボランティア自身が正しい日本語を知っていなければなりません。また日本人だからといって上手に日本語を教えられるとは限りません。そのため教会では定期的に日本語指導のための勉強会を開いています。何気なく使っていた言葉が、いざ教えるとなるとどんなふうに教えたらいいかって、自分がどういう時にこの言葉を使っているのかとか、そういうのをこう改めて考えさせられることが多いです。これからもいろんな国の人、いろんな
いろんな立場の人、とにかく日本語を学びたいっていう人がやっぱりどんどん来てくれることをこれからもそうあってほしいなと思ってます。はい。協会では講師の先生を招いて定期的に研修会を開催しています。研修会には会員だけでなく県内で日本語指導を行っているさまざまな人たちがやってきます。このような指導へのたゆまない努力と16年間にわたる地道な活動が周囲からの信頼を築き上げています。山形ボランティア日本語協会との関係はですね、特に官民共同の取り組みとしてこのように外国人のための楽しい学校在住外国人支援のガイドブック、多分幼稚園の問題、学校の問題、こういう部分を一緒に代表の方も菅さんも入っていただきながら企画作成に中心的に関わっていただいたというような経過があります。菅会長さんをはじめとして皆様が非常に意識の高い、特に留学生とか在住外国人に対して早くから日本教室を立ち上げて、これまで約1000人の学習者を、地域社会に送り出しているというような状況で大変頑張っておらっしゃるわけですね。これまでのように実勢継続性のある団体として在住外国人のために継続した今後とも日本語教室が行われるように頑張ってほしいと思いますし、我々行政としてもできる限りの部分でご協力いたしたいと思いますので、ぜひ今後とも連携とってうまくいきますように頑張りましょう。日本語が話せない人のために私たちができることをしていきたい、そんな熱い思いで続けてきた活動が評価され、協会は平成17年度地域づくり総務大臣表彰を受けました。新聞やマスコミにも紹介され、その活動はより多くの人に知られることになりました。ここに来てる生徒さんは長い方で 2,3 年ぐらいで、もう 2,3 年ぐらいすると大体上手になってお仕事始めて辞めてかれる方多いんですけれども、最初本当に分からなくて、お名前はお国はって聞いても全然分からなかったような方がここで勉強してある程度できるようになって、でそれぞれ今度は自分の世界を見つけて、自分のお店を持ったりキムチのお店を持ったり、あとご主人の家族と一緒にとてもこう仲良くやってるのよなんていう話を聞いたり、日本に来てこう地元の方と溶け込んですごく楽しくやってるっていう話を伺うと、ああやっててよかったなって思うんですね。ですからそういうところが多分他のボランティアもみんな原動力になってるんじゃないかと思います。言葉以外で伝えられるものもたくさんあるけど、言葉で伝えられればもっといい。母国を離れはるばる日本へやってきた人たちへ、山形ボランティア日本語協会はそっと手を差し伸べます。言葉を通したコミュニケーション、それは生まれ育った国の違いを超えて、その人の可能性をさらに大きなものへと広げていくのです。